志望選手、土井選手に、続くこうヨーロッパでね活躍するような選手たち、その選手たちを今後派遣制度というのが、はい、来年からですか。ちょうどねあちらにありますパール泉さんの方でですね、はい、60周年ということで、若い選手たちを、はい、まあ、派遣して第2の荒城選手であったり第2の土井選手を生み出そうということで、はいはい、今回このパリスの欧州遠征参加プロジェクトというのが、はい、まあ、募集する形でですね今募集一般公募という形で募集しております。はい、そしてその一般公募、はいはい、そしてそのプロジェクトの、まあ、リーダーということで、はい、オランダの方でずっとね、はい、選手の派遣などもされているサングさん、はいはい、が今回はいらしてるんですよね。はい、はい、サングさんにご説明をいただきたいと思うんですけれども、そ,、ね、はい、その前に、はい、あ、そうだ、はい、土井選手も実はサングさんのことで、そうなんですよね、はいはい、一緒にこちらのステージにお越しいただきましょう、はい、土井選手、荒城選手もね、あの第2の選手たちに続けというプロジェクト来年から行われますので、はい、再び登場、こちらのステージに登場していただいてもよろしいでしょうか。はい、それでは、はい、来年のプロジェクト、サングさんにご説明いただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今のサングさん、ちょっと簡単にご説明させていただいたんですけども、もともとサングさん、学生の派遣などもね、ずっともう12年くらいやられてる。そうですね、最初は99年で、今年で11回終了しましたけれども、で学生自転車競技連盟がですね、毎年2名の選手を私のもとに派遣しまして、はい、ベルギーとオランダのレースを経験させている。その選手の中からですね、はい、今実業団のトップで活躍している選手がたくさん生まれてるんですよ。そうですよね、はい、その中の一人が、そうですね、もう実業団を飛び越して、はい、土井選手ですけど、土井君は高校生の時にも、自転車競技連盟からナショナルチームジュニアの選手として、はい、私のもとに派遣されてきました。どうでした、土井選手、その時の思い出は。思い出ですか。すごく辛かったです。ホームシックになったりとか、はいはい、やはり若かったので、まあ、自転車の訓練もそうだけども、やっぱりそのヨーロッパでの活動っていうのをまず覚えるという第一ステップだったわけですよね。そのヨーロッパの文化に触れるという意味では、はい、すごく良かったと思います。で今回、まあ、2ヶ月という、まあ、比較的、まあ、長いといえば長いですし、短いといえば短いんですけども、その中でサングさんが教えたいことっていうのは、はい、まあ、2ヶ月というのを長いと見るか短いと見るかはいろいろあると思うんですけれども、海外遠征の経験のない選手が初めてヨーロッパに行った場合、2ヶ月が一つの限界線だと思いますね。ただ1ヶ月だと学ぶものが少なすぎる、はい、2ヶ月で学ぶべきものは学んで、でホームシックにならないうちに1回帰ってもらうという、まあ、計画なんですけど、ね、まあ、限界に達する前に効率よく教えるところですね、はい、でそこで学んでもらいたいものはですね、本場の自転車競技なんですね、はい、で今土井君や荒城君など、または別府君など、はい、世界のトップと戦える選手が育っていますけど、彼らは非常に若い世代で海外を知ったわけですよ、はい、もし若い時代に行けなかったら今日はないと思いますね、はい、それで一人でも多くの若い選手に世界を、はい、世界の自転車競技を経験してもらう、それが大きな目的です。なるほど。ということはそんなに今すごい強い選手じゃなくていいわけですね。現在一番である必要はありません。それよりも将来に向かってですね、はい、強い意志と、はい、目標を持っている人を選びます。まずはヨーロッパで何が行われているのかというのを学んでもらって、はい、はい、彼らはもう世界のトップに近づいたというか到達した選手ですけれども、はい、末端の選手のレベルと日本と世界とはまだまだ格差があります、はい、その現実をまず思い知ってもらいます。思い知ってもらいますと、はい、ちょっと厳しい言葉ですけども、愛のある、ね、厳しい言葉ですから、はい、土井選手も先ほどおっしゃってましたけども、最初はホームシックになるぐらいだったの。ただそれを乗り越えてもう今はね、これだけたくましい選手になってますから、はい、まあ、そういったプロジェクトをパール泉さんの方で今回ご用意していただいてますの で、はい、来年楽しみですね、はい、僕は若い選手だったら今すぐポストに走りますね、はい、それくらい魅力的なプロジェクトですよ、はいはい、アンダー23で海外のアンダー23カテゴリーで海外を目指して将来土井選手、荒城選手になりたい選手はぜひ申し込んでみてください。はい、いやいいですね、はい、皆さん、はい、ぜひともこのチャンスですからね、本当ですよ、はい、無駄なくチェックインしていただきたいと思います、はい、ということで、サングさんの方からご説明いただきました。サングさんありがとうございました。そして土井選手もありがとうございました。ドライブは本当にピシピシとよろしくお願いします、はい、はい、土井選手もありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、それでは、こちらのステージもう一度、はい、選手の皆さんにそうですねご登場いただきましょう、
はい、先ほどご紹介いたしました、はい、J アワードを受賞されました選手の皆さん、もう一度ステージの方にお上がりください。どうぞご登場ください。さあ、一堂に海外そして国内のレシーを沸かせました選手が勢ぞろいです。はい、それでは皆さんですね、はい、来年の、はい、ああ、もう抱負を、ね、今年ももう終わりですもんね、はい、そうですね、来シーズンの抱負を皆さんに一言ずつお伺いしましょう、はい、それではじゃあこちらから、じゃあイケメン佐藤店長から、はい、来シーズンはもう最高カテゴリー上がっちゃうんですよね、 TR ね。いや、来年もしたら TR1 で。あ、そうなんですか、わかりました。じゃあ 2連覇目指して。そうですね、はい、来年も2連覇目指して頑張ります、はい、じゃあ一言お願いします、はい、来年も J グランプリ2連覇目指して頑張りますので、まあ、J グランプリの方も応援よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。長沼選手、はい、今回はアンダー26で の、まあ、表彰だったんですけども、はい、まあ、来年はもう3位以内に入って、まあ、できればこっち側に行きたいなと思います。よろしくお願いします、はい、期待してます。続いて佐野選手、2年で僕3位になってるので来年は1位を取れるように頑張りたいと思います。はい、期待します。ありがとうございます。野村選手、はい、ですね、まあ、僕は島のレーシングチームのキャプテンを務めさせていただいていて、まあね、もうこの J ツアーをはじめとして、ね、いろんな国内のレース盛り上がってきてます。それでね、まあ、ここで、どんどん選手を若手を育ってもらって、ここにいる、荒城選手、土井選手に続くような、ヨーロッパにね、どん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 挑戦していけるような強い選手を育てていくのも僕の役目かなと思います。そして、僕ももうベテランですけど、ベテランだからといって、ね、一歩下がってレースを見てないでもどんどん前に、前に行って、まあ、来年もまた全日本チャンピオンのタイトルを、取り戻したいなと考えております。よろしくお願いします。はい、期待します。続いて鈴木選手、はい、今年鈴木ね、来年も島のレーシングで、チャンピオンを取れるように、観客を見てる方が楽しいと思えるようなレース展開を繰り広げられたなと思います。はい、来年も楽しませてください。ありがとうございます。鈴木選手、そうですね、来年、まあ、今年の目標がツールドフランスに出場ということだったんですけども、それを今年叶えることができなかったので、来年はそのツールドフランス目指して、シーズン初めから全力で頑張っていきたいと思います。はい、はい、期待してます。そして荒城選手、はい、そうですね、はい、今年本当にたくさんの方々に応援していただき、はい、僕もすごいその勇気を元気をもらいましたので、来年この力を爆発させて、また皆さんに興奮してもらい、また応援してもらえるような走り結果を残していきたいと思います。はい、はい、来年もまた応援よろしくお願いします。はい、期待してます。そして上田さん、はい、なんとこの会場内にですね、はい、こちらで上がっていただいた選手もそうなんですけれども、実業団を代表する選手の皆さんが、はい、タイムトライアルを行っていただくということで、はい、この後16時から、はい、この地上コースでタイムトライアルデモンストレーションを。大丈夫ですか？土井選手も走っていただくということで、はい、野田選手もなんかね、でもね、優勝者に金一個になるみたいな。それ今言っちゃいあれ言っちゃいけないの？あ、いいですよ、もちろん、はい、多分目の色変わった人一人いますから、ね、はい、ぜひですね、このトップ選手たちの生の走りを、ね、はい、この後ご覧いただきたいと思います。場所は試乗コース、はい、向こうですよね。こちらですね、はい、ってみようになりますね。いや、楽しみですね。はい、はい、こちらも楽しみに、そして来年の皆さんの活躍も楽しみにしていきたいと思います、はい、改めまして皆さん、本当に今年1年お疲れ様でした。来年も頑張ってください。期待しています。大きな拍手をお送りください。ジェイツアーアワードの受賞者の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、これだけの選手がね、一度に返す機会って本当にないですからね。そして国内とね、はい、海外両方で活躍した選手っていうのがまたね、はい、意味がありますし、はい、僕はただ今この後行われるタイムトライアルの方に心がいってますので、はい、プロの足を見れちゃうんですよね。そうです ね、 ね、はい、一応デモートついてますけども、はい、一歩出るとね、ありますからね、はい、この後、はい、タイムトライアルの方もご覧いただきたいと思います。ここまでですね、栗村さんの生の解説でお届けしてまいりました。栗田治さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、楽しい回復期待しています。それではまた後ほど。